はい、配信が はい、おはようございます。高田のババケース三方です。これはちょっと配信向けのコメントなんですけど、いろいろあってバンバンやりすぎて怒られちゃいました。プロレスが、2回でできなくなっちゃったので1回でプロレスをやることになり、その都合上バーチャが先になりました。だから5体満足のゴリラカケスケが決勝トーナメント進出と、いうことになりました。なので今俺は下にリングを作ります。はい、はい、はい、なので、はい、5体満足なゴリラカケスケさん、はい、あとよろしく。わかりました。はい、ではですね、はい、じゃあそうですね、1回戦は筐体2大進行で行くので、はい、ぼったくられのプロと、チームレイダー、はい、リカちゃんケンシロウゴロウに繊細対、はい、マグナムフード大沢明の試合を配信していきます。はい、はい、じゃあ、お互い、先方座って準備 OK ですか？オッケーかな。オッケー、はい、オッケー、はい、それではですね、バーチャファイター 3TV 3-on-3 全国大会決勝トーナメントを始めます。イエーイ。はい、じゃあスタートしてください。このさらば誰だ、どっち、フード、こちらフード選手のさらですね。プロゲーマーは果たして動けるんでしょうか。ゲームの音が聞こえない。あー、ちょっと待ってください。はい、おっと、さすがのプロゲーマー、ローキックで削る。やっぱフードは何でもうまいですからね、ゲームだったらね。あ、え、そしてこちら久々登場のゴロウ2000歳、あーっとリングアウトしてしまいました。ちょっとね、ゲームの音今調整設定しますんで、これ OK ですかね。コメントをもらえると、あ、おっと、ありがとうございます。これですよ、これ、下段全回転は見てからガード、フード。しかしゴロウ2000さんも負けてない。空中コンボを決めて、お、こっからどうなる。おー、キャッチ投げで、フードが3立てでゴロウ2000歳に勝利です。はい、じゃあ、中堅がケンシロウ影ね。こちらですね、こちらも注目の、ケンシロウです。ケンシロウですか。これはね、もう台風の目なんで、ぜひ見てほしいなと。このケンシロウも昔は人間性能でブイブイ言わせた人間なんで、こちら人間性能対決、果たしてどっちが勝つんでしょうか。お、必要なローキック地獄、フードのローキック地獄をかいくぐってミドル。必要以上にローを打つ、ローですね。ローで半分ぐらい削ってんじゃないですかね、いつも。お、そしてケンシロウの声が決まる。さあ、TV 勢の厳しさを、そうですね、やっぱ厳しさをプロゲーマーに、ですね。それやっぱり、おっと、ファイトリーレディーゴー。しかしこちらもプロゲーマーフード意地を見せたい。
しかしケンシロウがそれ許さない。おー、老害の動きしますね。これ声の中決まってフードの粘れるか。おーおお、さすがにやはりケンシロウ選手強いですね。さあ続いて続いて出てくるのはオスかマグナムか。マグナムの青いですね。次に出てくるのはこちらマグナムの青い。おっ、草薙キャンセルから下段投げと。しかし影も強い。そしてこちら青、結構ねこっちマグナムうざい動きしますね。草薙から草薙キャンセルとか草薙とか使い始めまして、そして軽すぎて どうなるコンボが、うん、これ安定コンボで、ここから逆転できるかマグナム。おっと肘で KO。 さあさあさあ、おっ、あ、出た人間性の草薙、見てからガード。そしてこのアンジュをうまく使って、おっおっ、じり下がり。これ青いのジリ下がりもね相当性能がいいんでうまく使ってますねマグナム選手。おっと声高決まってケンシロウが、いやーケンシロウ強い。そしてですね出てくるのは大将のこちら大皿、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 世界大会2位、そうですね、かなりこの大皿も安定してるんでぜひローキック。あー、しかしさあさあ、ローキックで削り、おっ、細かい打ち合いが始まる。そしてダブルに大選手意地を見せます。おっ、ピッピッロー肘からのドラゴンスープレックス。おっと、やはりケンシロウやっぱガードがちょっと硬いですね。お、果たしてこう勝負どころどうなる。おっと、しっかり空中コンボ決めまして、ドラゴンスマッシュは決まらない。で投げが入る、損蹴りを当てて、これはあミドルからの順逆。さあこちらオーストラ粘れるか。魂のライジングが決まる。そしておっとコンボが入らない。そして粘りたい粘りたい、ロー、あーっと、ケンシロウが3盾をかましました。はい、3-1。
ちょっとね、配信の方映ってないですけど、もう1試合裏でやってて、今どんな状況？誰と誰？青パイ対ゲリラ。ゲリラが大将、青パイが2人目。今ゲリラが取り返したので、これから大将戦ですね。じゃあ続いて配信台の方ではですね、静岡お茶の会とプリクラ行きましょうか。静岡お茶の会とプリクラじゃんけんしてください。お、コーリーさんが戻ってきた。戻ってきましょう。今ね、1回戦1試合目終わって、フードのチームが負けました。負けたフード、オース、マグナムのチームが、ケンシロウに3立てされて、まあ、影にケンシロウ強い、影に蹂躙されましたね。蹂躙されて、現在じゃあ PPP エロとサザンクロスが、ちょっと配信じゃない方の筐体でやってるんで、あ、なるほど、なるほど。配信台では、新しく、静岡お茶の会と、プリクラ、まあ、ゴリラ影スケールのチームと、お、まあ、静岡茶会お茶、あれですね、ゲームセンター嵐、花火、そしてハクション、ハクションですね。はい、まあ、いわゆる古豪名門チームですね。はい、こちらの試合が準備ができ次第、はい、スタートするというところです。さあどうかな。じゃんけんしてはい、じゃんけんして準備でき次第いきましょう。お、今さあ、場所にするか、アトラシにするか、どうなった。サザンクロスが3人で勝利。おお、これでサザンクロスが3人で勝利。おお、接戦を制して PP ピエロ、オーパイ、国王号、スケルトンを破ってのサザンクロス、ゲリラ、肘鉄、エドモンド。はい、では、もう一個の筐体の方では、シングル先制と圧戦。お、始めてください。圧戦がここまで上がってきた。そしてそれに対するシングル先生、あ、圧戦もここまでかな。いやありますよこれ、まだまだ。よし、シングル先生、シビアジャッキー、柳が、そして闇よだれ、それに対する圧戦がみーちゃん、 LJ ヨネ、こちらのチームが行われます。そして準備でき次第、静岡お茶の会対プリクラ、こちらの試合です。さあ、ここまで影助残ってきてますね。昨日夜中ちょうど1時前後に激辛焼きそばを食べた影助がここまで生き残ってます。そしてこの後はプロレスの試合も残っている影助さあ、お忙しい。う、ね、もう負けた瞬間プロレス行くぐらいの感じですね、これね。感じですね。今1階の方でね、影助の墓場が、墓場ができてますからね墓地が作られてますからね。さあ、これで静岡ちゃんお茶の会 VS プリクラ、ワンピー側が静岡お茶の会、先方花火ですね。花火ラウ大回転と入ってくるのがプリクラの小江戸さあ、プリクラの小江戸、小江戸も今日かなり調子もいいですからね。そうですね、さっき三立てしてましたからね。おー、勝利。さあ、一気に体力半分奪っていく大弾から、もう避けて投げ通す。さあ、ここから踏みつけて一気に花火が押していく。さあ、この距離差し込むの肘、下段打ち切って花火ラウ1本。さあ、ラウンド2、中段ナイスガード、落としていく、入るか、ナイスフォロー、肘
また平坦なところから、おお、花火が2本走っていく。球団下段で勝って投げ、水晶落とし、ピピピピピ、この小技を蓄積していきたいが、そうはさせない。花火大きいの当てていきます。水晶落とし、いや飛行機投げか。さあ小江戸が、はい、死んで、中堅はまあおそらくダビーですかね、はい、これは。さあ小江戸の、そうですね、ダービーかな、アキラかな、ダビーですね。さあダビーアキラ、ステージは万里。さあ先方中堅戦、先方花火、中堅ダビー、ライダーも避けてぶっ込んでいく。さあお互い一撃持ってます。どこでその大きいの差し、押していく。さあダビー乗ってくると怖い。右上から下げて投げ、大きいの入れる。さあこの距離、ヒジ下段下段ガードするが、さらに返していく。さあ1-1、下段で投げ、落とす、踏みつけまで、はい、逆にこれは避ける、ナイス避け、おう 3D してます。さあマッチポイント、花火肘肘、よし蹴って蹴って、さあ体力半分、一気に奪っていく。投げ入って、ピケ体力変わる、おっこっからしかしシャガパン。さあこれで 1-1 ダブルマッチ。まずダメージを取るのは花火、しかし返していく。さあ投げ入って組みつけまで、ちゃんと位置を変えていく。この距離方向ですね、いい角度、しかしダメージ、あー到着、下段で勝って、これで花火2人抜き、大将引きずり出します。さあ大将ゴリラ影助ウルフ、ここで消えるか、1回戦で消えるか、1回戦で消えてしまうのか、それとも意地を見せるのか。さあバジャー 3TV 世界王者ゴリラ影助、それに対するは花火。もう今日ねお腹やられてますからね。そうです、相当あの昨日相当トイレとお友達になってたんで、昨日のシーンもあのジョロキアパウダー、いや別名ストリートパウダー、あ、なるほどなるほど、ストリートファイターパウダー、あれ1本入れてますからね。おっと勘抜き落としていく、フルネルから落とす、おう下段、まず1本中段、大段、小段外して、下段で踏みつけ、ダメージを蓄積していく、勝って踏みつけて 1-1。 さあ打ちつける、はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。圧戦が負けました。圧戦1ラウンドを取れない、しかしここまで来た、素晴らしい戦い見せてくれました。アッセン今後の伸びも期待しましょう。さあそう言ってる間にゴリラ影助2本目マッチポイント。さあ一歩踏みとどまることができるのか、それとも花火が潰していくのか。体力リードは花火、よし。さあ体力ダウン入って、どうする、この距離連発入る、入ってない。さあタイム、おっとリード取って
のこれが届かずゴリラ影助まずは花びらう一歩踏みとどまる。さあこれだ、これが激辛ペヤングの力だ。これが中堅がハクション、俺の体の中にまだジョロキアが燃えているんだと、そういうところを見せていただきたい。まだ残ってるかもしれないですかね、ジョロキアのおかげ、ジョロキアのジョロキアパワーがまだできてない恐れがありますからね。前回酸素吸って今回ジョロキアですか。ジョロキアですまたちょっと審議ですねこの辺。のどはプロレスラー相手にのどは落としていく。このダウンは避ける。さあショートが当たった、肩、膝、尻、後ろからブレンバーサー、さあ削れ、そしてシャガバン、さあ一本折り影、これはこのまま行くのかもしれない、しかしそうはさせない。 SSD、 SSD 熱い技を使ってきます。水車落とし、おっと肘から、うん、あのトップのゲダン11、そうはさせない。さあアクション、アクション、白い方、あ打ち切る、ゲダン踏みつけて一緒に下がる、水車落としていく。さあ膝、背中、ゲラン体を入れ替える、高いところから、さあ上から、上から、おっ同じ高さ、初段を入って、しかしゲランでこれでマッチポイント、2-2、ダブルマッチ。さあ対象戦持っていけるか、対象戦踏ん張れるかゴリラ影助、それともさあブレマンサー、この距離、お中段落としていく。さあ体力リード、ノーデル、おっと痛いぞ、おお上げた、ポリさんハイアングル的な落とし方。さあこれでゴリカゲ大将引きずり出す。大将はゲームセンター嵐、嵐、嵐ジャッキーいきましょう。さあステージは道場、もうこれはステージ的には互角、そうですね、ゴリラ影助も持ちステージが道場なんで、道場なんで、はい、お互いステージのハンデは全くありません。これジョロキアですね、これね、ジョロキアです、ジョロキアまだ残ってますよ、まだ24時間くらい効くんですかね、まだ胃の中に燃えてますよジョロキアが。さあしかしそのジョロキアの炎はモロハの剣、どんどん影助を蝕んでいきます。ジョロキアブームは来ない危ない危ないですよ、危険ですよ、危ないですよ。さあライン変えて、おサイドから、さあジョロキアコパンが入った、ジョロキアシャガパン、まだプロレスじゃなくてバーチャーやりたいんだと、まだまだだまだバーチャーでいたいんだ俺は、まだ死にたくない、ね、死にたくないや、ジャイス、ジャイス、いやプロレスやりたいのかどうなんだ。さあチンシンク蹴り上げて、おお、そしてショーダウンでしっかりダメージ取っていく、肩、膝、尻、さあおっと受けてる、受けてますね、見事。これははい、ノーザン、ノーザンライトは俺のもの、お腕取って投げ飛ばす、乱暴にぶん回していきます。これは膝、ミドル、おっと折りかけ、逆三立て、大将で、おっとこれは影助万歳みたいな流れが、これこれまたか、これ
いやでも前日に激辛を食っとくとやっぱこう勝てるっていうジンクスですね。ありますねこれ。 3TV 業界にジョロキアブームが来るかもしれない。大会前にジョロキア。はい、じゃあ、準決勝からなんで、まあ、筐体1台でいきます。はい、ぼったくられのプロとサザンクロス。ぼったくられのプロ対サザンクロス。ぼったくられのプロが、リカちゃん、はい、ケンシロウ、ゴロウ、2000歳。おー、サザンクロスがザ・ゲリア、マスクド・ヒジテス、エドモンド・タカラシ。また、またたまらない組み合わせ。もうよだれだらだらですよ。さあ、それじゃんけんして準備ができたら試合を開始してください。じゃんけんでステージか後出しかを決定。さあ今準決勝、これに勝てば決勝戦。はい、ぼったくられのプロかそれともサザンクロスか。はい、準備できました。あ、取り直そう。取りましょうか。じゃあ今のうちに枠を取り直します。はい、枠取り直します。枠取り直します。逆です。開始してから、同意して、ちょっと今枠取り直してるんでちょっとお待ちを。少々お待ちください。いけるかな。いいよいいよ。はい、じゃあ行けます。はい、始めてください。さあ準決勝第1試合、ぼったくられのプロ VS サザンクロス。サザンクロス、これはまた熱い戦い。ぼったくられのプロがサザンクロスでぼったくられてしまうのか、恐ろしいところです。非常に怖い街ですからね、サザンクロス。まあ死にますからね、普通にね。はい、お前の街だ。先方が、はい、ゴロ2000歳と、エドモンド高橋のサラ。サラ、エドモンド高橋のサラですからね。はい、そうですね、高橋で出なかったですね。高橋で出ない。さあ、ファイ対サラ、この戦い、まずはエドモンドが押している状態。お、しかし投げが通って、これカードしっかりと、おお、さらにもうここからまくっていく。ゴロー2000歳サエドモンド、あれを落としたのは結構精神的に来るものがない、あるかもしれませんから。さあ逆にゴローはここからもう乗っていきたいところ。お、ちょっと手堅く、手堅く、ナイスカード、しっかりと。なんか落ちていく。ちょっと向こう側から聞こえましたけど、何かあったんですかね。何かが、膝、そして蹴っていく。さあ起き上がり、膝、大弾、ありがとう膝、戦慄の膝こそ。お、すれ違い、膝。さあ一本返す。マッチポイントはパイ、ゴロに繊細から投げ通す。そうはさせないエドモンド、エドモンド高梨。さあここでゴロ2000歳がまず一人抜き。あなたには空腹が足り、何かが、いや笑い声が起きてます。えらいことは和気あいあいとしております。さあそんな中では続いてサザンクロス登場するのは、マスクド肘鉄。マスクド肘鉄来ました。ジャッキー、毎度おなじみマスクド肘鉄でございます。さあステージはバンディ。ファイト1レディーゴー。さあ上を取るのはパイ、
このコンボ3割、はい、チンシング膝が入る、横からナイスカード、これは防いでる、返していく、やはり自力が強いジャッキー、しかしそこにどうぶっ込んでいくのか、さあこのダメージとピピ肘、なかなか持っていけないが投げは通る、しかし下段、さあマスクドイセツマッチポイント、ピン上からギリギリとダウン攻撃入る、ゲダン、おいしい、この残り体力わずか、おー持ってった、さあこれで1本返す、1に手が入ってダウンまで入ってほぼ4割張っていくと蹴り上げる、お肘、さあサディスティック、ここでマスクの秘術一人抜いて取り返す中堅戦、はい、さあ続いて登場するのはどちらなのか、リカちゃんかケンシロウか、さあマスクの秘術ジャッキーに対して切ってくるのはリカちゃんですね、リカちゃんウルフということはどう土俵かな、土俵ですね、さあ土俵です、狭い狭いステージ、円形の非常にスリリングなステージでの戦い、さあまず走り込んでいったが、まず投げていくのノーザンジャッキー、ノーザンライトは俺のもの、もう一発ノーザン2発、さあこれに対してレスラーマッケンロー、ウルフどう返していくのか、中段蹴り上げを避ける、チャガパンで止めて、しかし返していくジャッキー、さあどうやって入り込んでいくのか、リカちゃんウルフ、しかしこの屈辱のノーザン、さあサーサディスティックハンギング2、おお、なんか面白い当たり方、不思議な技、そしてピケ、おお間に合わない、長弾入る、さあマッチポイント、マスクの秘術殴ってサマーまで、これでほぼ半分、下段これはガードぶっこ抜いた、エルボー、おっと肩肩尻、いや背中か、負けのガード、かかとかかと蹴り上げる、熱い展開、そして先頭、さあ1本返すリカちゃん、依然マッチポイント、肩肩背中、オファン回してもう一度背中、おお引っこ抜いた、タイガードライバー、さあこれでダブルマッチ中堅戦、どちらが先に大将を引きずり出すのか、サディスティックピピピピピマスクの肘鉄、強いですね、マスクの肘鉄がリカちゃんを破って大将を引きずり出します、大将ケンシロウ影、さあしかし先ほどの1回戦かなり活躍したというケンシロウ、いやケンシロウもかなり強いですからね、強いですからね、でもキャラも影で、はい、影ですからねなんせ影ですからね、影ですから、なんせ影です、さあケンシロウ道場ですね、ステージは道場、まずはもうここをね勝って、はい、ゲリラとの影対決、はい、ゲリラとの影対決に持ち込めるのか、そうはさせじとマスクの秘鉄、しかし先手を奪っていくのは検証、おっと PPP 肘蹴りも入って一本選手、さあ押していきます、
投げ入る、踏みつけて、ゲナガード肘蹴っていく。おお強いですね。あっという間ですよ。もう全ての選択肢が正解なんじゃないかっていう。さすが手堅く、しかし大胆に肘。おお、そうあそこで出るか。おっと、ノザンまだ残る。しかしさあこれ一本肘で使いしていく。投げを避けてしっかり我慢してしゃがみました。さあこのじりじりとしたところ、お互い見て何を当てる。肘肘、そしてノザン強い。さあこれで後がない決勝、この試合で決まるのか、それとも影同士の対照戦が見られるのか。肘、ノーザンが入る。さあまだ体力ある。おっと一段初段どうする。いやこれは肘、おっとマスクド肘鉄勝利。さあこれでサザンクロスが決勝戦進出。それでは決勝戦もう一つの椅子、準決勝第2試合は、シングル先生 VS プリクラ、こちらじゃんけんをして、はい、後出しステージ決めてください。シングル先生 VS プリクラ、こちらじゃんけんをして試合の準備をしてください。準備ができたら始めていきましょう。さあさあゴリラ影助が闇をだれ、闇まだ倒せるか。そうですね、シングル先生渋谷ジャッキー柳が闇よだれ、ここで当たります。さあどちらだ、ワンピー側がプリクラ、プリクラ森田影助ですね。追いかけ 2P 側がシングル先生。さあシングル先生準備ができたらもう開始してください。さあワンピー側プリクラ、そしてツーピー側がシングル先生、まず最初に出てくるのは誰だ。今準決勝第2試合、準決勝第2試合です。さあプリクラダービーゴリラ影助小江戸、もっとまずは小江戸ですね。プリクラは小江戸、そしてシングル先生がこちらは柳がですね、はい、ということは地下鉄かな、地下鉄ですね。ん、地下鉄なのかな、ビルかな、え、どっちだどっちだ、地下鉄ですね。はい、地下鉄です。さあ小江戸影 VS 柳がパイ、ステージは地下鉄サブウェイです。まずは柳が先手を取る。さあ下段入る、この距離勝利まで入って、しかしまずは柳が一本スローンツー、ヒジ下段ガード、投げは通らず下段、これは下がる、見事な下がりっぷり、素晴らしい、ダットのごとく。さあこの距離、この距離、こうやって落ち着いた影に対してどう対処していくのか難しいところ、しかもタイムがわずか、時間が非常なまでに。さあ小江戸リーチ、あ違うな、11だ、ごめんなさい、11です。さあ11、超えなく膝、おっと、おこれはこれは美味しいが、いやでもまだいくらでも落とせる。さあこれでマッチ、
さあ影相手にこのステージはパイちょっとリスキーなんじゃないかななんて思うんですけども、さあ小枝君おっと優しい、さあ蹴り上げてかかとが入る、さあダメージを取ってこれで2にダブルリーチマッチポイント、ピピピ中段肘投げ追い打ちで体力リード、しかし返していく、肘下段入る、おっとスライディング、太い小枝、これで小枝がまず一人中堅を引きずり出します。さあ中堅で出てくるのはおそらく渋 J ですかね、ジャッキーですね、渋谷ジャッキーということはステージは道場、はい、さあ道場来た、影小江戸影、まずは一人抜き、さあ仕事をして、そして二人目どこまで仕事していくのか、さあピー止めてピゲショーダウン、下段中段下段が通る、これで体力リード超えろ、下がる投げサリセキハンギング2、おっとナイスよけ、この距離のつかみ方、さあまず1本下段投げ入る、踏みつけてどうする、どうする、ピピ超えなく走り抜けていきました、はいリーチ駆け抜ける青春、下段肘投げていく、そして踏みつけまでしっかり、これで体力半分、ピピ下段肘、お膝が入って蹴り上げる、さあ体力大幅リード、さあ1本返す、マスク PP まず体力リード、ファイド、おこれはあるか、おっと小江戸2人抜き、2人抜き渋谷ジャッキーを破ってここで大将を引きずり出す、闇よだれ闇よだれ、影影来ました、影影 1P 側が小江戸、 2P 側が闇よだれですね、新そして闇よだれということは土俵、土俵です、非常にスリリング、忍んでいるのが小江戸、ちょっとモード系サイバー系なのが闇よだれです、さあ見つけていく、最新モードを取り入れたファッションです、ゲダン、さあ距離取ってお互いに距離を取って差し込むタイミングを伺う、しかしタイムがこれはテイクが落とせない、さすがに落としきれない、さあ一本戦士闇よだれ、さあ再び距離を取る、確かにスリリングですからね、触りに行っただけでとんでもないことになりますから、お互い無理はせず小技を打っていく、しかし超えなくどうなる、おお怖い、おっとしっかり落とす闇よだれ、これがあるこのステージ、お互いにやはり警戒心が高まるのは仕方ない、そんなステージ、さあこの
距離の中で見えないパンチ攻撃をお互い繰り出しているところ、踏みつけて進んでいく、ゲラン通る。さあここからだ。しかし闇夜だれ、さすが大将。さあまずは先方小江戸をようやく止めます。続いて中堅と登場するのはもちろんダビー万里ですね。ステージ万里チームプリクラ、中堅ダビーアキラ、そしてシングル先生は大将闇夜だれ。大将中堅、中堅大将戦。さあぶっ込んでいく、これはガード止める、入る、2発おうちまでしっかり。おっとこの高さ、あれがアンジュレーション、肘足が入っておうちまで。さあ体力ほぼ互角から、持っていくか、持っていった、これがアキラです。ダビー投げ入る、そして待て、この投げ痛い、3割。さらにもう一丁、これが致命傷になるのか、止める、んナイスガード。おっとしかし闇夜だれ、これで1-1。さあ後がない状態が続きます。踏みつけスライディング、ゲダン止めて、肘投げ入る、肘小判で止めて、さあ闇夜だれリーチ、まだまだ踏ん張る。俺が大将だ、見てみろ、俺が大将だという戦い。さあどう料理するのか、しかしそうはさせないダビー。 おっとこの破壊力、おあるぞ、後がないぞ。おっとしっかりとこれで 2-2 マッチポイント。さあ闇よだれ後がない状態、ダビーこれに勝てば勝利。ファインラック、いざピピピケー、おっと、さあ体力リードは闇夜だれ、どうするピピ、これで踏みとどまる。さあさすが大将、これで大将を引きずり出します。大将ゴリラ影助登場。お互いの大将、準決勝第2試合、こちら大将戦。ワンピー側プリクラゴリラ影助ウルフ、ツーピー側シングル先生闇よだれ影、ステージは道場、ね、世界大会でも決勝ブロックでやりましたけど、やりましたね、はい、この再現。さああの時は影助勝利、しかし今回はどうなるか。さあ踏みつけて、まず先手を取るのは闇夜だれ、投げ回していく、熱い、そしてさらに回す、さらに回す回す、これは完全にプロレスしに来てますよ。さあ足いきなり半分、おおこれ逃げる、さすがもう分かってんだよ抜け方は、と。しかし肩膝、はい背中止めて、投げで一本返す、闇夜だれ1-1。ピピ肘、おいじゃ入らず、もう勝利まで、ジャイス、おお抜ける、完璧ですね、これはかなりやりづらいところ。しかしあれをミドルを振ってった、
さあ2時いきなりぶっ込みた。さあ膝肩背中よし、エルボー、エクセレン、強い見ろ、これがジョロキアだ。俺の中にまだジョロキアパワーは残っている。ゴリラ影助の勝利。プリクラ決勝戦進出。はい、決勝進出の2チームは、サザンクロス、サザンクロスと、そしてプリクラ、プリクラザ・ゲリラ・マスクド・施設エゾモンド・高橋と、はい、ダビ・ゴリラ・カゲスケ・小江戸、このチームです。さあそれでは両チームじゃんけんをして決勝戦の準備をお願いします。あ、これじゃあ枠、はい、取り直した方がいいのかな。あ、そうですね、枠取り直しましょう。じゃんけんだけちょっと先に進めといてください、はい、準備しててください。枠取り直します。お、コーリさんできる。やってみる、やってみるさ。これどの順番でやるんだ。やってからこれ止める。あ、でも一回これ止めないとだよね。2個止めて新規作成、これかで、これで確認して、でこれでガイドライン開始して、でこれで配信をオンにして、でここで最後、開始を押せば OK。 できた、できたかな、僕にもできたかな、これ。はい、新しい枠取りました。どうですかね。はい、取れてますか。取れてますね。お、出てますね。大丈夫かな、来た、大丈夫。あ、コーリさんできた、できた、俺にもできた、できた、合ってる、合ってる、オッケー、よかった。はい、はい、じゃんけん終わりました。どうどう。あ、まだまだじゃんけん中。さあ決勝戦、じゃんけんで後出しかステージを決めるという戦いです。これでもあれですね、やっぱ前回こう世界大会優勝した影助がまた決勝来ちゃうあたり、なんかちょっとね、出来すぎな感は、出来すぎ感がすごいありますけどね。相当ありますね、なんかに愛されてますね。なんですかね、これ。でもまた優勝しても多分ジョロキアをフックに何かしらまた、はい、そうですよ、これはあ、それ今言っちゃいますちょっと今ずっと頭の中で考えてたのに、ドーピング検査に引っかかりましたとかね。そうですね、ジョロキア禁止っていう大会なんで、はい、あなたはレギュレーション違反を犯していますみたいなね、はい、どうなんですかね。じゃんけん終わったみたいですね。ワンピーが、プリクラ、ゴリラ駆けつけチーム、ツーピーがサザンクロス、はい、ゲリラ、マスクド、ヒジテツ、エドモンド、高原氏、準備 OK ですか。 OK、 はい、それではミガドカップバーチャル 3TV 3on3決勝戦始めていきましょう。ワンピー側プリクラー VS ツーピー側がこちらがエドモンド高嵐のサラ、サラですかね。ツーピー側はエドモンド高嵐。さ、それに対してワンピー側小江戸ですかね。小江戸が来ますね。もうさあ、江戸対小江戸、この順番です。そしてねサラはですね、エドのステージは道場、道場ですね、道場、道場です。決勝戦です。枠取り直した、はい、できたよ俺。さあ決勝戦、先鋒戦スタート。まずワンピー側小江戸、そしてツーピー側エドモンド高嵐のサラ。さあまずお互い体力は五分というところ。しかしサラがエドモンドのリード。さあショダウン一気に奪っていく、さらに踏みつける必要な攻撃。あ、これ熱いですね、熱いですね。サマーなんかもうコンボミスで笑いが、はい、いいですね、朗らかな感じも大好きです。さあピケ
ビビ、そして膝、戦慄の膝小僧、痛いところに入っていく。これは昇竜、膝を昇竜で。さあ、このタイム、この距離、投げ入る、フロントスープレックス。さあ、エドモンド、高梨、マッチポイント。そうはさせない小江戸。先ほどの準決勝は2人抜きという仕事をしてくれました。この決勝ではどうなのか。膝ーらーエドモンド高梨勝利。さあまずは小江戸影を下します。さあ中堅、おそらく登場するのはこちらは間違いないでしょう。そうですね、ダビーの登場です。今サラの顔面ぶっ壊れましたねえらいことになりました、ね、いいもん見せてくれました。さあバンディ、ダビーバンディ、そしてエドモンドサラ。さあ走っていって殴りつける、まっすぐ行って殴りつける、投げが通る。おお、これはちょっと行き過ぎだ。さすがサイズ的に入れづらいところもあるんでしょうか。おお、かっこいい。これもそして膝、そう、エドモンド乗ってますよ、これ相当ノリノリ。しかしそうはさせない。今の抜けが流れを変える行動かもしれない。しかし立て直す。さあフロントスープレックス、下段肘、もうこれは優しい。ナイスガード、うん、しかしこれで1-1、ダービー一本返す。さあ上を取るダビー、下からエドモンド、しかし肘が飛んでくる、痛い。手のひら、これが八極拳。ショーダウン、ピピ、そして止めて体を入れ替える、小技を駆使してエドモンド2本マッチポイント。さあ2人抜きなるのか、どこまで持っていくのか。投げ入って、さあしかしダビーも負けていないが、下段ナイスカード、うん、痛い。おダブルマッチポイント2-2、ダビー頑張る。下段下段ロハイ、フロントスープレックス、体力半分。下段大きい膝、大きい肘、痛い手のひら。さあ膝、エドモンド2人抜き。ここで大将いきなり登場。さあ後がなくなったプリクラ、ここで登場するのがゴリラ影助。さあ大将、決勝戦後がない状態、相手は先方、ここで登場ゴリラ影助、これはできすぎていないかと。いやーできすぎですね、言われ舞台整いすぎな、舞台整ったぞ、あとは仕事するだけ。さあできるのか、それともそんなことはさせねえよと言いながらいきなりジャイスぶん回して投げるだけ。さすがにさすがにそれは。さあ膝初段下段アッパーまでフロントスープレックス、やったー、いいいいいい、これはこれはそんなことはさせないよと。ちょっとここに来てエドのこうダブルジョイントが、エドモンドかなりだいぶ当たり始めて来てますよ。さあそんな演出いらねえんだよという膝こそ蹴り上げていく膝、ジャイスー回していく、落ちたリンガー1-1、これが道場だ。肩、膝、背中、ビビ、肘、肩の背中、膝、ショーダウン、
下段は届かぬ。ナイスガード。おーっとピピこれはよく我慢したといったところ。さあ、いや、じりじりとギリギリときますよ。膝ショーダウン、サイドモンド、ここでジャイさん、ここで投げ飛ばし、あっち行ってろ。女は道場から出ていけ。また折り影。いやー、これ決勝戦ですけどね。まあ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 、そういうこともだからこそ起こりうるかもしれないっていうところですよね。あの時何を抜けてたのかちょっと後で聞きたいところです。そうなんですよ。どこを見ていた、何を見ていた、何を考えていた。さあ、マスクドヒジです。さあ、ここで出てくるマスクドヒジです。ジャッキー、さあ、ゴリラ影助、決勝戦後がない状態からまずは首の皮1枚、中堅マスクドヒジ鉄を引きずり出す。体力半分、これは抜ける。さあ、勢いがあるのか、それともそうはさせないマスクド秘鉄。しかし投げ、ブレマスター。そしてピピ、まず1本。これはもしかすると、もしかするとこれの完全に乗ってきてますからね。やばいですよこれ。これはそんな調子乗らせないという動き出せるのか。蹴り上げて下段、そう、あった、かかとが待っている。そうはさせない、そうはさせじとマスクド秘鉄。バン、肘、肩、背中、引っこ抜いてブレンバスト。どうする、負けろ、これは避ける。さあ、この距離ピピ蹴りまで入って蹴り上げる。さあ、ピケ昇段。おお、今の何を見えている、何が見えている。さあ、肘、これで後がなくなったマスクの秘鉄。膝、さあ、しかしそうはさせない、そうはさせん、そうはさせない。 2-2 マッチポイント、これに勝てば優勝がかかっている。踏ん張るのか、それともここで負けるのか、勝負は決まるのか。 おっと、ぶん投げた。さあ、体力オーバーリード、抜ける、肘は避ける。サイドから、おお、これで大将引きずり出した。いやー、これちょっとね、これできすぎ、これできすぎ感が、できすぎ感がもうすごいことになってますね。ちょっとムードが、ムードが素直に楽しむのか、感動系にちょっとこれ傾き始めてるのが、はい、しかし、しかし、そうはさせないですからね。最後残るサザンクロス、ザ・ゲリラ。そしてステージ、しかし、決勝戦のファイナル大将戦で出てくるステージが土俵です。土俵です。土俵で影が。影が。どうなるのか、決勝戦、大将戦。抜け、お、まず1本目。さあ、どうする、アパー、肘、肘、肩、背中、体力リードは影助。さあ、ゲリラ影、蹴り上げて下段、ダメージを取っていく。これで抜ける、下段、おっと、まず1本影助。これ相当気持ちよくなってますよ今。これはさあ、ブレンバスター膝、しかし肩は入らず。さあ、距離取って
ゲリラ、下段。あっと負けろ。エンズイ小判、シャガ判。おっと、マッチポイント、ゴリラ影助。逆三立てで優勝リーチ。さあ、後がない。ゲリラ投げが入る。どうする、肩、背中、距離を取って、さあここから下段。おー、投げー、入ったー。ゴリラ影助勝利。 3-on-3 優勝はプリクラー。逆三立てだゴリラ影助。いやーびっくりしましたね。シュウさんこれ。いやシュウさんこれ。これね。なんすか、ブックスか。ちょっとね。ブックスか。コメントもしづらいですよね。いやでもすごい。いやーすごかった。やはり強かった。いろいろなもの、ジョロキアパワー。影助。さあそれでは放送席、優勝チームインタビューです。はい。もちろん優勝チーム。さあ優勝チーム、今の気持ち聞いていきましょう。お願いします。優勝したプリクラです。大きな拍手。さあ今の気持ちを教えてください。もちろんこっちで大丈夫です。はい、だから何なんだよこの動きは。だ大丈夫だから。あ、本当だ。はい、まあ、今の気持ち教えてください。大丈夫です。優勝です。大丈夫です。マイク近くで。じゃあ、はい、優勝です。今の気持ち教えてください。いや、感無量です。感無量です。感無量です。なんかこう勝因というのはありますか。いや、チームメンバーの心強さです。はい、なるほど。さあそれではつきます。おめでとうございます。はい、それではもう一人、どうも、はい、声でかいな。さあコメント。いや、なんかちょっとあんまよく分かってないんですけど。よく分かってない。嬉しいですね。嬉しいですか、ね、うん、嬉しい。全くこんなつもりなかったんでそんなつもりはなかった。いやでもね、勝ちました今日は。ありがとう、はい、リュウちゃん。どうして大将、優勝できましたね。優勝できましたね。なんか気づいたらちょっと優勝しちゃったみたいな感じで。予選でね、一回ちょっと負けちゃったんですけど、はいはいはい、そこから、地獄のね、ゴキブリ並みの生命力でもう一回這い上がりまして、這い上がって、チームメンバーのおかげで、はい、はい、優勝できました。はい、ちょ嬉しくてね、ちょっとなんかあんまりコメントとかいいコメント思いつかないんですけど、おい、はい、まあ、とりあえず嬉しいです。はい、これからもバーチャル TV 続けてくれるかな。いいと思う。すいませんしまねー。はい、はい、では優勝チームプリクラでした。今一度大きな拍手をお願いしますということで、ミカドカップバーチャル 3TV 3-on-3 大会、シュウさん、さあ総評なんかを。はい、いや総評つか、まあ今年あの TV をまあ再起動させて、はいはい、まあ蓋開けてみたら今日も20チームまあ60人、はい、集まってくれて、まあまあ盛り上がったので、まあまた来年ね、まあランバトだったりとか、まあ他にもあのミカド勢のためのなんか初心者講習会だったりとか、はいはいはい、まあミニ大会とかも、うん、まあやっていくと思うので、うん、まあ引き続きあの TV、はい、まだまだ多分ね、新しい技術とかも出てくると思うんですよ、はいはい、なので、また来年も楽しめればなと。まだこの燃え上がった火は消えないと、はいはい、いうことですね。どんどん燃え上がらせていこうと思いますので、今後もですね、バーチャル 3TV よろしくお願いいたします。シュウさん今日は本当にありがとうございました。はい、お疲れ様です。皆さん、選手の皆さんお疲れ様でした。